この世には明言されていない、もしくは明文化されていない規則が存在します。それらは不文律や暗黙のルールと呼ばれ、日常生活でも様々な場面で存在しており、皆さんも知らず知らずのうちに意識しているはずです。例えば友達が失恋した時、仲間内であれについては触れないでおこうという空気が漂うことがありますよね。それも立派な不文律、暗黙のルールです。プロ野球の世界でも暗黙のルールが存在しています。今回は NPB における暗黙のルールとその事例を4つご紹介します。ガッツポーズ。バッターはホームランを打った後、過度なガッツポーズをしてはいけないという暗黙のルールがあります。過度なガッツポーズは相手ピッチャーへのリスペクトに欠けるという理由から不文律の一つとして広まりました。ピッチャーも同様に、三振やアウトを取った後、過度に喜びを表現してはいけないという風潮があるようです。ここではその事例として、2010年4月9日西武対ロッテ戦での一幕をご紹介します。事の発端となった男はロッテの神戸拓実選手。彼は焦っていました。プロ1年目の2007年からほとんど2軍生活で、なんとか1軍定着のきっかけをつかみたいところでしたが、2010年シーズンに代打として1軍出場した6打席で結果を残せず、そろそろ2軍に落ちるという焦りが芽生え始めます。そんな中で迎えた4月9日の西武戦。この日の帰京前、寝坊で空港行きのチームバスに乗り遅れるという失態をしでかした背景もあり、なんとか結果を残して汚名を返上し、球団にアピールしたいと思っていた神戸選手に思わぬチャンスが巡ってきます。1回裏、同僚の福浦和也選手が自打球を当てて負傷退場し、その代打として緊急出場を命じられたのです。何としても結果を出したい神戸選手は、その第1打席でいきなり涌井秀明投手から自身2年ぶりのホームランを放ちました。全てを帳消しにする一発は神戸選手の喜びを爆発させます。ガッツポーズを連発し、万歳しながらダイヤモンドを回って大喜び。同僚と抱き合った末に M 字開脚のようなポーズを見せるなど大はしゃぎでした。しかし、この一連の振る舞いが涌井投手に殺意を芽生えさせてしまいます。3回裏の2打席目で神戸選手は涌井投手から報復支給を受け、その結果乱闘にまで発展する騒ぎに。神戸選手自身は度が過ぎたという自覚があったようで、支給後も怒りを見せずに一塁まで進んでおり、なぜか当の本人はほとんど蚊帳の外でした。後日談として、涌井投手は2013年オフにロッテへ移籍して神戸選手と同僚になり、2人は無事和解したようです。大量リード時のバント、盗塁。大差でリードしているチームが6回以降の攻撃でバントや盗塁などの戦術を取ってはいけないことが暗黙のルールであるとされています。弱者へ鞭打つ行為であるとも考えられるからです。どれくらいで大差とするのかは曖昧ですが、6点差が目安となっていて、バントや盗塁だけでなく3ボールノーストライクから打ちに行く行為もタブーになっています。ここでは代表的な事例2つをご紹介します。2002年8月6日西武対近鉄戦。4回表の時点で0対9と大差で負けていた近鉄の梨田正孝監督は、ワンアウト3塁の場面で西武のアレックス・カブレラ選手の敬遠を指示。この試合、カブレラ選手は2打席連続のアーチを放っており、近鉄のタフィー・ローズ選手とホームラン王を争っていた背景もあって、カブレラ選手の打席を期待した観客からはブーイングが起こりました。その後、点差が10に広がった5回裏、それに対抗したのか、西武の井原春樹監督は高木宏之選手に送りバントを指示。後に井原監督は、カブレラ選手の敬遠に対する報復作戦であることを否定しているように、両軍ともあくまで勝ちにこだわった采配とも取れますが、異様な空気をまとった何とも言えない一戦となりました。2007年4月19日、ヤクルト対横浜戦。横浜が11点もの大差でリードしていた7回表、横浜の石川雄洋選手が2塁への盗塁を成功させてしまいました。これに対して怒ったヤクルトの古田敦也捕手は、二塁へ送球する素振りさえ見せず、横浜ベンチに向け罵声を浴びせます。そしてその直後の投球で、遠藤正孝投手が内川誠一選手の背中に支給を与えました。さらに続く村田修一選手に対しては、初球から頭部への抜け球を投げ、避けようとうずくまった、もしくは自ら当たりに行った村田選手の頭部に直撃。さすがに横浜側も激高、乱闘に発展しました。最終的に遠藤投手が危険球退場、さらにその判定に抗議し暴言を吐いた古田捕手も退場という結末に。ちなみに、事の発端となった石川選手にとって、これがプロ初の盗塁となりました。投手に対しての内角攻め。セリーグでは DH 制が採用されていないため、ピッチャーも攻撃に参加しますが、相手ピッチャーが打席に立つ場合、厳しく内角攻めをしてはいけない風潮があります。万が一支給を受けた場合、本業のピッチングに影響することも考えられるからです。もちろん二刀流の某メジャーリーガーの場合は別だと思いますが、
その一例として2015年4月25日阪神対広島戦での出来事をご紹介します。1対1の同点で迎えた2回表広島の攻撃、打席でバントの構えを見せていた黒田博樹投手に対して藤浪晋太郎投手が投じた2球目があわや死球となりそうなほど内角に入り、球場からもどよめきが上がりました。そして続く3球目、藤浪投手はまたしても内角をえぐる速球を投じてしまい、黒田投手は体を1回転させて転倒、起き上がると激怒してマウンドへ歩み寄りました。藤浪投手は帽子を外して謝罪しますが、両軍ベンチから選手が一斉に飛び出し乱闘の騒ぎに。あと一歩で大乱闘となりそうなほど広島の球場は加熱しました。後に黒田投手は、藤浪くんのバントをさせたくない気持ちはよくわかるが、2球続けてきたから年齢は関係ない、自分の体は自分で守らなければならない、あそこで僕がヘラヘラしているようではチームにも影響を与えてしまうと説明。一方藤浪投手はバントをやらせようと思ってしっかりと投げないまま先に走り出してしまった、それでああいうボールになったと発言。バント処理を焦るあまり手先を乱してしまった結果によるもので故意ではないと説明しました。この件に関しては賛否両論で、一部ではここから藤浪の球が荒れ出したという声もあり、一方でもともと藤浪は制球難だった、黒田の対応は当然という意見が飛び交っていました。引退試合。ピッチャーの引退試合で対戦相手1人だけに投げる際、対するバッターは空振り三振をしなければならないというのも暗黙のルールとしてあります。そのため通常順位に関わる大事な試合では引退試合を設定しません。引退する選手に花を持たせるためにチームの垣根を越えて協力するのです。しかしそんな不文律を破った選手も長い歴史の中では存在します。それは2007年10月6日広島対横浜戦の一戦で起きた出来事です。9月19日に引退を表明した広島のピッチャー笹岡慎二投手は、10点リードで迎えた9回2アウトランナーなし、つまりあと1人抑えれば試合終了という場面に登板しました。引退試合としてはこの上ない状況です。対する横浜のバッターは村田修一選手。もちろん暗黙のルールを知っていた村田選手ですが、そのことは頭にありませんでした。実は笹岡投手はあくまでも真剣勝負を望んでおり、その意を組んだ広島側が事前に気持ちよくフルスイングで送り出してほしい、展開次第では打ってもらって構わないと横浜側に伝えていたのです。笹岡投手の気持ちを背負って迎えたこの打席、3ボール1ストライクから投じられた高めのボール球を村田選手は強振、捉えられた打球は左中間スタンド中段に飛び込み第36号のホームランに。35本で並んでいたアーロン・ガイエル選手ら3人との争いから抜け出して村田選手は単独でホームラン王になりました。真剣勝負した結果ではありますが、暗黙のルールを破って引退試合を壊してしまうことになり、笹岡投手に対して申し訳なさを感じていた村田選手。試合後には、打って辛いホームランでした、こんなホームランを打ったことはない、生涯初めてですと涙ながらに語りましたが、そんな村田選手に対して笹岡投手は、真剣勝負、打たれて吹っ切れたし気持ちよかったと笑顔で話しかけ、2人はがっちりと握手を交わしたそうです。ちなみに村田選手は数々の引退試合で存在感を見せており、一部ではミスター引退試合、引退試合クラッシャーとも呼ばれています。ということで今回はプロ野球界の暗黙のルールについてお伝えしてきました。真剣勝負なのだから暗黙のルールや紳士協定などはいらない、あるいは対戦相手に敬意を払い暗黙のルールはマナーだから空気を読んで従うべしなど、いろいろ意見はあると思いますが、皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球のテーマをバンバン投稿していきます。よろしければ高評価や低評価、チャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。